こんにちは。表参道にてバストアップサロンをしております、残念おっぱいをナイスおっぱいに変えるビムネセラピストのコキアです。バストが育ちやすい体を作り、 AA カップ A カップさんが C カップアップを目指すための下半身バストアップルーティーンをお伝えしていきます。バストアップする土台作りにはこちらのプランがおすすめです。ナイスおっぱいを作るための自己投資の時間となりますから、一つ一つの工程を楽しんでいきましょう。足指の関節をつまみ、牽引するように2回引っ張って2回関節をくっつけるように押し込みます。親指は2箇所、他の指は3箇所ある関節を指の付け根に近い方から行ってください。親指から小指まで行ったら、反対側の足もやっていきましょう。椅子または床に座り、右足を左太ももに乗せます。左手でかかと足裏から握り、右手で指先を甲側から握ります。両手を雑巾絞りするように10回ひねっていきましょう。反対側も同様に行ってください。椅子に座った状態で30秒間リズミカルに親指と4本指を交互に床につけていきます。慣れてきたら立った状態で行ってみてください。その際は正しい姿勢を維持するように心がけましょう。椅子に座った状態で30秒間床に足裏をバンバンと打ち付けます。つま先をしっかりとすねに向かって引き上げるのがポイントです。その際は膝のお皿と人差し指の付け根が直線になるようにしてください。音が気になる場合は下にクッションやヨガマットを敷くといいですよ。ヒールを履く方、何もないところでよくつまずく方は念入りにやってみてください。拳1個分ほど両足を開き、正しい姿勢で立ちます。片足を一歩前に出し、かかとからつま先までゆっくり3秒ほどかけてつけていきます。次にかかとをゆっくりと3秒ほどかけて上げていき、つま先立ちの状態にします。この時に足の甲と膝を一直線上にして、足首を真横に5往復スライドさせます。足の甲と膝を一直線上にしてから、かかとをゆっくりと下げて足裏全体を床につけたら、つま先をぐいっと引き上げます。10回繰り返したら反対側も同様に行っていきます。足裏スタンプは苦手な足から行うようにしましょう。正しい姿勢で立ち、膝の間にティッシュボックスを軽く挟みます。膝と膝の間を常に均等に保ちながら10回ゆっくりと屈伸をしていきます。膝が内に入って箱を潰したり、膝が外を向いて箱を落とすことがないように気をつけましょう。O 脚、X 脚の矯正効果があります。壁にお尻をぴったりとくっつけて横になり、足を伸ばします。足の甲と膝が一直線上に来るように、足をまっすぐに伸ばした状態で60秒間キープします。
同じ姿勢をキープしたまま膝を真上に持ち上げて膝裏を床にトンと打ち付けます。両足交互にトントンとリズミカルに打ち付けていきましょう。60秒間行います。足の甲と膝が一直線上に来るようにしたまま足を開いていきます。足が最大限に開いたらそのまま60秒キープします。つま先、膝が内や外を向かないように気をつけてください。膝が曲がってしまう場合は少し開脚幅を狭くしましょう。以上になります。バッチリできましたでしょうか。ナイスおっぱいはニコニコ笑顔で作るべし。えいえいおっぱい。バイバーイ。